三枚岩先生です。3月23日2020年ですね、夜18時53分です。で、新しいインジケーターができました。どうでしょうか。勝率 92%、今までのインジケーターはね、詐欺みたいなのがありましたので、注意してください。全然稼げませんでした。でね、今のところ週1個2個のシグナルのやつは稼げる 60% 以上ということがね、高得点は分からないですけどね。で、今度このインジケーターブリンジャーパントの、ムービングアーベレージとボリンジャーバンドを使ったね、インジケーターができました。5本ですね、ターボここに集結しておりますけど、これを通用するかどうかですね。これもね、ちょっと注意でね、また詐欺みたいなやつじゃないかなと。を工夫しててね、どうでしょうか。これ5個目なんですよね。この仕事ってことで、またここ出過ぎてるんだよね。これが問題なんだよね。ということでね、ちょっと解消しようと思うんですね。ちょっと解消なんだけど、調節通したけど、こういうのができました。5分ターボですね。で、このシグナルが出てからこの間に打てばいいですね、この1分間にね。ということです。最終的にここで打ってるんですね、切り替えで。それで、それから4分後ですね。だからこうシグナル出てから5分後ということですね。そういうのができました。これ結構すごいな。すごくいいんじゃないのこれ。1,2,3,4,5個目ですね。これここになってるんですね。ここシグナルやってのんきで1個ブランクしていいというわけですね。これもここ。これでシグナルがうまく出るのかってことですね。これシグナル出たんですね。ここで出て、今打てばいいんですね、これでね。ここで勝てるかですよね。さあ、この判定をちょっと見てみましょう。ここでね、どうでしょうか。5分後ですね。勝率 80% ですか。あ、これ勝てたのかもしれない。これはいけるかもしれないね。あ、これは勝てるでしょう。これはちょっといいでしょう。勝てると思うので、ちょっと他のところ見てみね。こうでしょ。こうでしょ。ちゃんとシグナルが頭に出てくるからですね。
この、うちのね。なんて動いてんの。そんな出ないね。さあこうですね。これシグナルが出て、あと1、2、3、これは勝てたみたいだね、うん、これで最終ですね。これでこのシグナルのね判定が出るはず。これは1、2、3、4、5本でしょ。これです ね、 ね。決まったよ、これ。1、2、3、4、5。採点がまずいないね。もう一回じゃないの？やったのか。採点がね。もう一個出てたら表示される。災害者の方がおかしいな。これ出てこないですね。これ出てこなかったね。これね、これなんか問題があるかな。ちょっと検討ですね。